古い山小屋これはうちのおかんが若い頃館山で体験した話です大腸荘から少し行ったところにある古い山小屋を探検しに行こうと数人で夜の8時から9時頃歩いていたそうなんです 場所はあのガスが噴き出してて熱湯がぼこぼこしているところまで行かないくらいらしいです山小屋の名前も言っていたんですが忘れてしまいましたしばらくするとその山小屋の方向に一つ明かりが見えたそうです,すこんな時間にそんな方角から おかんたちは自分たちのことを棚にあげてちょっとビビったそうですか。とりあえず声をかけてみることにしました。おい、一人ですかと。普通ならその声に反応して明かりを大きく揺らすか、向こうも声を出してこちらに近づいてくるとか、何かしら行動を起こすはず。そういうものなんだそうです。 しかし、その明かりは何の反応も示さず、声を上げることもなく、ただ暗闇に明かりが揺らめいているのみ、さすがにおっかなくなってきて、どうしようかとおかんたちが考え出した、その時、明かりが消えてしまったんです。夜の山で、ましてやその周辺はガレバ。一人で行動していたとして、 明かりを消す登山者がいるとは思えない。じゃあ、あの明かりはと、そこでみんな一斉に逃げ出したそうです。ガレバですが、そんなことは関係なく、我先に、と誰を差し置いても自分は逃げる。そんな感じで。みんな息も絶えないに、大腸層に駆け込んだ、と。 その話だけ聞くと大して怖くないような気もします。実はその古い山小屋では昔冬越えの準備を終え、いざ下山してみると作業員が一人足りない。どこを探しても出てこない。行方不明だと。作業員はそのまま行方不明で片付けられてしまい、さて春になり、 山開きの準備のため山小屋を開いてみると布団などを収納している部屋の押し入れの中で変わり果てた姿となったその作業員を発見したと遺体は冬の寒さのためそこまで腐敗はしておらず見入らかしていたそうですがところどころネズミにかじられたような跡があり悲惨だったのは口の中に布団の綿が詰まっていたこと あまりの上に布団の綿すらくらって上をしのごうとしたんでしょう。そんなことがあって、その山小屋は使われなくなり、新しい山小屋が建てられたらしいです。その話を知って、そこに行こうとしたら、明かりうんぬんが出たんで、みんな我先に逃げた、と。おかんもその時は本当に怖かった、と言ってました。 他に小山の方にある山小屋では夜中に外から人が数人覗いているってんで話題になりそれが写った写真が週刊誌に載ったりしたことがあったらしいですおかんの知り合いは実際にそれを体験してたり雪が解ければ必ずと言っていいほど遺体が出てくる実際にそういう現場を何度も見てこんだけ多くの人が亡くなってるんだから 山で何があっても不思議じゃない。引っ張られるよ、と最後には軽く脅してくれました。